はい、速稼塾の久保です。今日も暗号通貨ニュースをお届けしますね。ビットコインがね、250万を大きく超えて、まだまだ伸びる勢いでございます。今年中に1000万いくんじゃないかなっていうふうな見方もありますけども、これにはいまいち根拠がないんですよね。テクニカルで見ていくと、まあ上昇傾向にはあるんですけども、だからといってね、これ1000万が見えるかっていうのは別の話で、これね、途中で利確が何回か入りますんで、やっぱり私が申し上げたように、その100万円になるまでに買いましょうって言ってね、ご購入いただいた方が結構いると思うんですよ。で、私も込みでなんですけども、そうなるとこれはね、適当なところで利確しますからね。で、利確を考えるときに、これ雑所得になりますから、およそ半分税金で持ってかれるってことを考えると、そうですね、今利確すると大体 2.5 倍なんで 0.75 倍ですか。だから100万円以下で買った方は7、80万の利益確定っていうことになります。これがね、5枚6枚あるわけですから、ご購入いただいた方っていうのは、まあ、ですので、そこそこのね、利益が享受できると思うんですよ。ということで、これ、ね、利確の波がですね、300万前後で起きるんではないかなと思います。ですので一旦300万に上った時に利確をすると、その利確幅っていうのは大きいですから、やっぱり250万あたりに、ね、落ちてくるんじゃないかなっていうふうに考えるんですよね。これはね、今そういうふうに妄想を私が言ってるだけで、あとはどういった理由でそれが実現するかってことは、これから詰めていくんだろうと思います。それでは画面の方を見てください。まずはね、ビットコインの価格なんですけども、 3.9% 増で252万7千になってますよね。チャートの方を見ていきますよ。はい、この上昇トレンド完全に書いてますよね。20時間で7日間で見ていきます。上昇トレンドですよね。14日間はい、上昇トレンドです。30日、大きな上昇トレンドです。90日、ね、すごいですよね。もう右肩上がりで、はい、180日いかがですか。そして私が申し上げてたのは1年です。1年ずっと見てきましたよね。で、多くの方が買われたのがこの左側のですね、だいぶ100万円いってない時で、100万円を超えたあたりで詐欺商材が売却されるんで、まあ、横ばいになっているところが中央に見えますよね。この辺ですよね。ただこっからですね、100万円というものを突破したからことによって、レジサポ転換が起きるわけですよ。そこで購入が起きて150万を突破してからっていうのは200万まで、そして250万まではすごく早かったのが一番右側になってます。テクニカルで見ていくとね、本当にこの動きっていうのは手に取るように見えます。プラスファンダメンタルとして、ビットコインは詐欺商材が出た時に買われやすいってことを考えると、まさにそのようなね、動きになってるっていうのが本当に如実に現れてますよね。別の通貨を見ていきましょう。はい、問題のリップルですけども、急落してなくなるんじゃないかなっていうふうに、いわゆる煽るね、YouTuber さんも結構いたんじゃないですか。私はちょっと見てませんけども、特に影響力のある YouTuber さんに限ってね、アクセスを取るチャンスだと思って、リップルが危険だっていうふうな喧伝をするわけですよ。でも実際どうでしょうか。25円前後まで落ちたリップル、今急回復して32円とかになってますよね。で、もちろんですね、一時期のことを考えると、一瞬とはいえ75円につけたのがつい最近のことですから、そこから考えるとね、半値以下っていう言い方もできるんですけども、ずっとね、長いことにわたって20円から25円の間うろうろしてるわけでしょ。ってことは長期で見てこれはね、値上がり傾向にあるって考えられるんですよ。もちろんファンダメンタルの要因として、リップルは提訴がね、実現して、もう市場からこれ締め出されるんだってことになっちゃったり、あっちこっちの取引所で取引が停止されてるってことを考えると、ちょっとリップルって大丈夫かなと思うんですけども、日本の公式リリース見ました。リップルに対して全然ね、取引を停止する考えはないよっていう風な報道が続いてますよね。ということは、少なくとも日本の市場ではリップルは扱われるということですし、ホルダーの大多数が日本人ということを考えると、別に日本だけでリップル流行って言ってもいいんじゃないかなっていうことなんですよ。で、国際送金にリップル使われてると言いますけども、リップルが本当にそれに使われるかどうかと、あとリップルに人気があって、そのね、リップルが売買されているって現実とはまたね、ちょっと別の見方をしなければなりません。実際に国際送金に使われだしたら値上がりはするだろうけど、使われてなくてもこの値段の推移があるわけですからね。そういうことを考えていくと、特にね、ネガティブになる要因はないかなと思うんですよ。ただ同時にですね、リップルっていうのもまだね、仮想通貨の歴史の浅い、デリバティブの一つなんで、明日消えても文句ないみたいな勢いでやらないといけないと思うんですね。まあ、私も大量取得してますんで、これね、今回30円割った時にまた買い増してますからね、同額ぐらい。だから莫大な私ね、今ね、リップルの購入額なんですよ。以前までも大量購入だったんですけど、今その倍ぐらいになりました、今回の騒動で。で、70円超えた時にも利確しませんでしたからね。ということで、私のね、 XRP っていうのは新しい挑戦フェーズを迎えました。もちろんゼロになることはいつも確保してます。
3つ目、 ADA 見ましょうか。 ADA はね、なんか釣られるようにして値上がりしてるんですよ。あれチャート 見ましたね。はい、17円の頃から下がったんですけども、90日足見てみましょうか。ご覧のように上昇トレンドね、この90日だけ見ても、左の半分と右の半分だいぶフェーズが変わったでしょ。ADA ね、すごい見込みありますよね。1年で見てみましょうか。本当によくここまで来たと。 ADA、 あとはね、20円から40円の間に食い込んでいくということが、まあ、期待されますね。はい、今日の暗号通貨ニュースいかがだったでしょうか。特にね、こうやったら儲かるよって話じゃないんですよ。私はずっとね、テクニカルで暗号通貨を買うことをずっと意識してました。ずっとテクニカルのね、力がなかったんで、 FX でいろいろトレーニングするのに、まあ、3年4年とかかったわけですけども、今はね、暗号通貨の世界も冷静にテクニカルで見ることができます。ただファンダメンタルの指標に動かされやすいっていう、まだね、そういうデメリットは暗号通貨の方にありますんで、なんせ取引量がそんな多くないですからね。まあ、ただね、取引量は多くないんだけども、そのガチホホルターっていうのがいるわけですよ、 ADA を中心に。日本人とか特にそうなんですけどね、もう塩漬けって言ってもいいんですけども、絶対手放さないぞって決めてる人がいるんですよ。でステーキングっていうのもありますからね。そう考えたら、まあ、XRP のね、疑念みたいに市場から追放されるってことを考えなければ、暗号通貨っていうのはリスクがだいぶ減ってきて、今ね FX やるよりも稼ぎやすいんじゃないかなと思う時もあるぐらいなんですよ。なんせ下げ幅があんまりないですから、で上がり幅っていうのが天井知らずですからね、リスクリワード的にはかなりいいんじゃないかなと思ってます。まあでもね、そうは言っても FX をマスターしからにした方が絶対です。では本日は以上です。